え、先語りですよ。あ、出た出た。あ特別ゲストが今日はいるよ。昨日サードステージで、昨日って言ってもね、昨日、おとといになるかも、うん、何日？26日、7月26日にサードステージで盛大にボーカルの、うん、ボーカルの光の誕生祭をやった。一応レコ発？まあそんな感じでいいですにをしたガキ丸のベースのクリスがいますよ。お台場行ってきました。まあこんな感じでやられてる、うん、こんな形の特別ゲストは新しいんじゃないか。初めてだよね。つうかゲスト自体初めてだろ。何このシステム。いいと思う。いい、今は別にいいでしょう。これからマサカゲとかエンマとかをね、エンマ出してみてえな。見直していきます。特別ゲストすごいね。なんか告知とかないの？告知ガキ丸の告知決まってないそうだ、エンジン止めもある。抜かないとダメなのよ。だいぶ、告知ない、せっかく告知枠あんのに。9月18日に学園祭やります。ガキ丸なのそれ？違います。違うよね。あ、クリスの学校の、はい、グリーンデーとアジカンやります。激アツじゃねえか。グリーンデーとアジカン好きな人要チェックやで。どこだっけ高校？昭和で、あ、名前いいですか？うん、いいんじゃない別に。 SDH ってとこです。 SDH？ はい、昭和第一ハイスクールってらしいですよ。水道橋です。あ、水道橋なんだ。へぇ、はい、クリス好き要チェックやで。じゃあ先語ろう。はい、ということで先語ってまいりましょう。直近のライブいつだ？31日。あ、ハイキックスとブルドックスとスペシャル DI とスペシャルゲストと。スペシャルゲストね、言っちゃいけないんだけどね。言っちゃダメ。すごいよ、くんだよ。ダーッ、うわすごいよね。しー、いけます。今ちょっとこそって入ったっぽいから編集しといて。P 入れといて。うん、これもう前日までアップしない方がいいかもしれない、もしかしたら。いいよ。すげえ、すごいね。ただ鳥を昆布ポン酢っていう。あ、そう、あと、そう、昆布ポン酢のサードステージ連続10回目ライブの最終日フィナーレ。そうと、初日もね、さあ、うちらうん、やったよね。やったね。さあ、うちはボーカルが来るのかどうか、その日。来るよ、来てくれよ。そこはさすがに来ますよ。来るよ。で、まあ31日が7月の締めでございますよ。来週の火曜日かな。火曜日で、火、水、木、金曜日もライブ3日。ザ・ブリッジレコ発初日、レコ発ツアー初日でございます。今日ガヤがいるね、いいね。どこが出んだっけ？ショックウェーブ。あー、しょうもねー。漆黒の黒いサンダーバードと、あとブリッジとモックも出るよね。そう、先行ラリアット3時行ったからって調子乗りやがって。ラリアット、先行ラリアットライオットね、うん、あとどこだっけ、やってやるんだもん。あ、そうだ、中村さん、そう、やってやるんだもんと、え、結構それもね、メンツすごかった気がする。モック、俺ら、やってやるんだもん、ブリッジ、あれ、ショックウェーブ、あと、あれだ、後藤だ、タクロウ、甲府、神戸、あれ、バンドで来るんだってね。あ、アクセル、うん、っていう、ライナー、ショックウェーブ、モック、アクセル、やってやるんだもん、ザ・ブリッジ。そう、このアクセルっていうのは、その神戸の時に後藤田拓郎っていう、あのね、なんだっけ、私の頭の中の消しゴムみたいな曲、よかったね。そう、アルツハイマーのなんか番組を見て書いた曲、あれ好きだった。悲しいよってやつね、うん、
あれ良かったよね。あれ良かったという、まあ、感じのメンツでございますね。両方どの日も暑いね。うん、うん、どっちの日も。そうだね、31も31はシークレットゲストいるからね。ちくわちゃん来た方がいいのに。ちくわちゃんだってテキサスね。スーさん本当にあげらんないこれ。じゃあ前日にあげるわ、うん、前日の夜にあげる。まあね、見てさ、なんだっけ、汗の匂いすらいい匂いっつってたからね。なんであんなにセクシーなんですかみたいに言ってたもんね。でもって、まあその次はフリッツでしょ、確か8日でございます。サイクロンでございます。ん、あー、それがあんのか。おい、おい、それいいや。まあね、8月はメインイベントが控えております。フリッツね、赤坂ブリッツで。今日これあげんのが30日じゃん、うん、ってことは2週間切ってんじゃん、うん、で1日がミックスじゃん、うん、じゃあ言っちゃっていいんじゃね。いいかな、うん、8月16日赤坂ブリッツでライナーフォース、今回撮りました、レコーディングした、まあ、2曲、孤独の先と螺旋、うん、言っちゃった。いい、それもいいか。前回言ったもん俺。ほんの、うん、アリハルは。まあそれを2曲入り CD を本当は9月17日に発売するんだけど、正式にはね、正式には、うん、なんですが、赤坂ブリッツその日限定で先行販売いたしますということで、その日以降9月17日までは起きません。起きません、ありません、ありません。なのでぜひぜひ8月に1ヶ月前に欲しいやっていう人は、どうしても聞きたいっていう人いるのか分かんないけどね。いや、これ聞いてる人は欲しいっていう人もいると信じたい。もう聞いちゃいました。もうそう、今日の特別ゲストはあらモード、もう聞いちゃってますよ、2曲ともまだミックスしてないから ね。まだこれからだから何とも言えないけど、まだかっこよくなれる。まだ余地はある。これからだ。そうですね、だまあとりあえず14日は先行発売なので、ぜひぜひ、まあ、そちらもね兼ねて、うん、よろしくお願いします。でまあその前の週にはサイクロンの企画が待っております。あれだよね、正直ね、うん、このライナーフォース的にね、うん、多分8月14日に出す CD と9月17日に出す CD、 多分だよ、うん、俺らの計画性のなさで、別に狙ってるわけじゃないけど、ジャケット違うよね。きっと。だからもう、だから完全限定版になると思う、多分。それこそ17日にゲットする人より良かったって思ってほしいもんか、いいけどね、うん、どっちもいいもん作るよ、うん、もちろん。でまあ14日で25日、あ、ここね実は暑いんだよね。そう、無料ライブ柏616でゼロフェスなる無料ライブがございます。出た、キャパ30人のとこでやります。一番ちっちゃいステージで。どこでなんですか。柏616のスタジオライブ。ちなみに俺らと同じステージでスニーズでっから。もう多分スニーズの時間ね、ぐっちゃぐちゃだと思いますよ。それは、うわ、ちょっと近くのファミマ行ってるね。こら、行けや。一番大きいとこでもね、いろんなバンド出るし、ね、ベサーチとかね。そうそうそう、普通に見に来て。あと ルクオーモンは出るっけ。違うとこかな。でも出るよ。ゼロフェスのあれどこだっけ。まあまたしょうもないショックウェーブってバンドもいるしね。ショックウェーブも同じステージだよね。ハイキックとハイキックも、そう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 、狭いとこが楽しいって思う人、もうなんかギュギュでぐちゃぐちゃになりたい人は。ぜひお越しください。うちらもいっちゃん狭いとこなんで。なんてだって無料だからね。そう、ドリンク代もかかんないから。しかも行ったら行ったでさ、お客さん T シャツもらえるんだよね。 200人先着で、ツイッターの方を要チェックしていただければ、みんな多分リツイートとかしてるんで。しかも T シャツ去年のとか一昨年のとか見たけど、意外とデザインいいっていう。そう、超近距離。もうちょっと下じゃん。まあ200名限定と
アコースティックステージもね一応それは別にどうでもいい。ほら、あ、グリーンジャンボも出る。あ、グリーンジャンボ、フローレス、あ、メロもいます。あとロリス、あとうちらのステージがハイキックス、スニーズ、ライナーホース、ショックウェーブ、あとわかんねえ、ちょっとあとわかんないんです、うん、でもう一個広いとこだと、あ、メインステージかこれ、キープアウト、エソラ、ベスハチ、ルークウォーム、ボノボノ、あー、京太、あー、そう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 、で、あとはパズルシュピールって、なんかあれだよね、ラバガバの企画出てた気がする。その150、50、30と、まあものすごいステージになっておりますよ、キャパが。なんで、なんでいいんだけどさ、うん、ゼロフェス早くね、まだ。いや、8月中のこういうもろもろをね、うん、ざっと言っていこうと思って、先語りだから、うん、どこまで行っても先語れるからね。そう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 、で、まあ8月最後27、30と最後の週に2回サードであります。来たる9月なんとライナーフォース、もう何回も言ってるかね、 4days 企画がありますよ。企画ではない、企画を 3days やってからの、そう、もうさ、最後のさ、このティーンズ、うん、ヘッドヘッドだよね多分ね。もうなんか最後のティーンズすげえ見ものだと思う。ヘッドヘッドのライナーフォースが見れるよね、うん、瀬川誕生祭、モック、レコ発、ブリッジファイナル、ティーンズで、ティーンズのゲストに出させてもらうと。もうヘッドヘッドかめっちゃテンション高いかだよね、どっちか。もちろん全部打ち上げ参加するもんね。うん、もちろんもちろん、誕生祭で打ち上げ行って、モックで打ち上げ行ってブリッジ、ブリッジで、ブリッジね、ブリッジで打ち上げ行って、ティーンズで帰るここまで多分家にいる時間がね相当短いと思う、この4日間は。でも睡眠の 5,6 時間だけだよね、マジマジ下手したら1日ぐらいどっか泊まってきそうだもん、レインボーいかんいかんいかん、かねえ目の前にある、今日目の前にただ多分その4日間まあ3泊、うん、機材はサードに3泊すると思うと思う、さすがにお世話になると思う。お母さんお願いします。すいません、お願いします。そんなもんかな。まあ9月はそんな感じですかね。そうだね。そうだね。そうだね。まあ12月10日はね。まあ毎年恒例にしていこうと思っております。12月10日。プレイスオブライナーボリューム2ありますよ。あれか。うん。懐かしい。毎年。小倉君が。そうだよね、去年出てたもんね毎年ありやすよ。今年はね、またガラッと出るバンドがね変わるんじゃないかな。去年はガキ丸に取り前出てもらったもんね、はい、してやったよねラバガバトップに仕掛けすごかったね、あれは、うん、もうそろそろあいか、もう13分やだから、まあ重要なのは8月14日に CD 先行発売するから、するよっつって、はい、行きますお願いします、はい、ってことで、締めて、はい、まあ、ということで7月最後、ラスト1本31日にやりまして、8月3日も俺のバイトの告知とかする？あ、ピアクいらなくない？あのね、今日、昨日から制服変わったのだリニューアルで、あとね、交換率上がったよえ、ない、あのスロットが14枚交換から 13.2 枚交換になった。微妙。140枚で中継品だったのが132枚で中継品になった。だってよ、あ、8枚お得。みんなピアク要チェックやで。別にいいよ、うん、だろうな。バイト変えて、はい、ということで、バイトを変えたがってる鈴木と特別ゲストクリス、ありがとうございます。そしてホンダでお送りしましたライナーフォースでした。